どうも、竹明です。ということで、本日は一人で東京に来ております。珍しく一人で、そして、新幹線と東京に来ています。なんか俺が新幹線で東京来たらさ、なんかサボってるみたいな感じに思われへん。今回行きたいのがですね、竹明といえばやっぱり、日本一評価低い系でしょう。ということで、今、TikTok にめちゃくちゃ話題になっている日本一評価の低いカニ料理屋さんに行ってみたいと思います。まあ、東京におるということでね、せっかくなら、一人でご飯食べに行こうと、いや、友達誘えって言いたいねんけど、俺はその時間でさえも動画を、撮る、そして皆さんに動画を提供したいということでね、行きたいと思うんですけどもね、TikTok に話題になってるということで、その TikTok は下の方に貼っておきますんで、皆さんもしよかったら見てください。なんかめちゃくちゃ話題になってて、しかも話題になってるから、なんかお客さんが殺到してるらしいよね。とか言いつつ、俺今日当日30分前に予約したら全然空いてますって言われるけどね。話題になって、てるけどやっぱりダメだよねっていう、カニ料理屋ってなんか高いイメージあるしね。だけど早速本日は竹明翔一人でそちらの、お店まで向かっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。竹明翔、はい、お店の近くに着きました。ということで、ここからは完全に在庫をかけて、行きたいと思います。なんかね、個室みたいなんですよ。まあ、なので部屋にさえ入ってしまえば、まあ、撮影できるんですけど、一つ言えることは夜の街。なんかね、前も東京で評価低い店行った時、いや違うわ、大阪もや、共通して評価低い店って夜の街が多いよね。もう本当にホストとかが歩いてるような感じのところです。じゃあちょっともう向かっていきましょう。ここやな、見つけた。え、食べ物飲食ビルとかでもない、一応ビルの中にあるんよ。でもなんかそういうさ、飲食店入ってるビルってなんか飲食店ばっか入ってるビルやんか、じゃないねん。なんかちょっと怪しいマッサージとか美容皮膚科クリニック、聞いたことのないカラオケ屋、カンフー漢方オイル専門店とかあんで、まあ、じゃあちょっとここの上の方みたいなんで行きましょう。予約してたもん。はい、なんか話題になってたからさ、お客さん結構おんのかなと思ったら、え、俺一人しかおらんくてめっちゃ気まずいねんけど、どうしよう。あー、なるほどね、日本語喋ってる方がいないですね。で、店員さん同士が店入った途端になんか携帯触ってて焦って、あーみたいな感じやったから、お客さんが来ることを想定してないね。なんか横の席でずっと電話してるの聞こえるかな。なんかずっとなんか、これ何の話してんの、スピーカーでずっと大声で話してんねんけど、しかも店員さんが、お飲み物の差し先にご注文しますか。なんかおすすめってあります。カニの方が一番おすすめのが刺身の方。あ、じゃあズワイガニのお刺身2398円と、焼きズワイガニ、ウニの焼きおにぎり、飲み物を梅酒とかってあります。ありますね、梅酒のソーダ割りで、はい、はい、というわけでとりあえず注文して感じやね。完全個室っていうよりか、まあ半個室やな。なんかカーテンみたいな謎の布で覆われてる。で、TikTok でも話題になってたんがカニなんよね。カニがとりあえずひどいらしくて、おすすめって聞いたらズワイガニのお刺身って言われて、税込み2348円。あと焼きズワイガニとウニの焼きおにぎりっていうのがめちゃくちゃうまそうやったから頼みました。乾杯。明日で東京最終日で、まあ、その前昨日、3日間ぐらいもうマジでバッタバタで働いてたから、なんかもう自分の中で一人打ち上げみたいな感じやで、今打ち上げ感覚。今のところタケログ5点です。満点です。この店、日出しが来ました。野菜か、キャベツ、塩だれ、きゅうり、トマト2つ分。で、なんか2人からしか入れへんらしくて、2名分払うんで突き出しって言ったらいいよって言ってくれて、2つ届いたって感じ。絶対に2人からじゃないと分かんねんな。いや、全然商品来えへんのと、うわ、これ取れてなかったん悔しいけど、あ、今だった、聞こえた、レンジのチーンと音したい、ね、今さっきもレンジのチーンと落としてさ、え、俺何頼んだっけ、おにぎり、焼きズワイガニ、刺身ズワイガニ、ない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 、チンするもんない、チンするもん1個もない、どうなっとんねん。で、マジでリアルにお客さん俺だけ、え、何をチンしてる。
ようやく商品が届きました。マジでビビるから、ちょっともう見て、とりあえず見よっか。あのなんぼや2000なんぼのとりあえずカニのお刺身です。え、やばない、こんな細いのが2本は過去一じゃんこれ。やばいやばい、マジでカニの刺身、ウニのおにぎりは、まあまあまあ見た目的にはまあまあ、なんかこれ見た後やからマシに思うわ。で、焼きガニ、え、中ほぼ入ってない、あ、こっちがメイン、まあ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 、なんか全部これ見た後やったらマシに見える。はい、以上3点届きました。っていうかさ、このわさびなんなん、超なんか人工わさびっぽいねんけど、綺麗すぎて逆に。ディズニーに売ってるさ、トイストーリーのさ、なんかグリーン麺みたいなやつの、なんかあいつみたい。それではいただきます。自家製醤油らしいわ。全然美味しくないねんけど、なんこれ。あ、こっちの方が見た目しっかりしてそうやね。ああ、こっちの方がまあ、なんて言ったらやっぱ生ってごまかされへんや。なんか焼いちゃったらさ、まあなんとなくこう風味とか美しい味付けとかもなんか出てるやん。生ってやっぱあれやな、素材本来の味が出るからさ。もう一個いただくね。改めて、うん、改めて。100円寿司の甘エビみたいな味するぞ。いや、俺味系であんまり文句って言ったことないと思うよね。てかさ、俺ってマジでさ、正直に嫌なことは嫌って言うし、嫌いなものは嫌いって言うねんけどさ、その世の中にそんなまずい食べ物ってなくない？ここまでひどいの久しぶりに見たな。前はとりあえず普通に食べていくわ。てか先日改めて関西コレクションありがとうございました。関西コレクションの、まあ、ちょっと後に撮ってる動画なんよね。まあ、時系列結構これ動画撮りだめするからいつなってるか分からへんけど、久しぶりやったんよ。4年ぶりとかに出て、4年ぶりの観光で、加藤ノアちゃんっていうことをステージ組まれて一緒に2人で歩くみたいなんで、4年ぶりのねランウェイでこうやって歩いてたんよ。こうやってじゃあランウェイってまっすぐ行って、で次左で右で戻ってくるみたいな感じなんよ。俺直前にそれ呼ばれてさ、よく分かってなくて、まっすぐ行ってそのまま帰ってきて、じゃあ加藤ノアちゃんもめちゃくちゃ年下よ、グーって引っ張られて、めちゃくちゃ申し訳ないことしたなと思ったわ。いや、何万人の前で堂々と道間違えたらマジで恥ずかしかったわ。まあ、でも改めて、見てくれた方、来ていただいた方、ありがとうございました。でもさ、なんかたまに言われんねん。自分でさ、一番かっこいいと思ってるとかさ、ランウェイ歩いてる時はね、いやいやいや、勘違いすんなよみたいな感じのこと言われる時あんねんけど、いやさ、あのランウェイ歩いてる時にさ、俺、何々くんより、ちょっとかっこよくないかなって思いながら歩くんか、お前は。アホか。自分が一番かっこいいと思ってる人生楽しくない？ RPG とかでさ、まあ、った主人公操作するやんか。クリボー操作するんけ。一面で、歩いてくるマリオに、よし、絶対に俺ぶつかってやるって思うクリボーをプレイしたいっていう話なのね。だから本当にね、自己暗示みたいなもんでもあるよ。俺だってずっと自分に自信が昔からあったんかって言ったら、そうじゃなかった時もあったと思うしね。でもやっぱ口にすることって大事だしね。そうやって叶うからさ。だから俺学生時代からさ、俺絶対に有名になるとか、あと親戚とかに、俺絶対に将来大きい家住むって言ったの全部叶えてきてるからさ。まあ、結果論かもしれんけど、言わんよりマシよ。そういうこと言ってるやつって多分モテへんと思うで。だってさ、自信ないやつ好きになる。なんかこう、例えば女の子とか男の子とかを行こうとするときにさ、やっぱ自信満々の方がかっこいいやん。女の子も強い男って求めるからさ。っていうので、カンコレのランウェイは俺が一番かっこよかったです。ありがとうございました。え、ちょ、焼きガニの方結構に入ってるぞ。うん。マシマシ。カニのこの天ぷら、天ぷら、はい、はい、一つ、はい、以上で、ええマジ、え、チコチ、え、焼いた感じのカチカチじゃなくて、なんて言ったらいいんやろ、前の日のおにぎり
を食べようと思った時みたいな。とりあえずいただきます。うん、マジで味せえへん。正月おばあちゃん家で食べるもち米みたいな味する。さあ続いてカニの天ぷらやね。966円のカニとか、まあ、野菜も入ってるみたいな。え、カニと野菜の天ぷら。人参、人参、玉ねぎ。カニもしか入ってない。マジかよ。っていうかさ、ちょっと一個みんなに見てほしいのあってさ、これ俺が来た時からあってんけどさ、掃除されてねー、来たねー。なんなんやろこういう評価の悪い店あるある。片付けれてない。一本しか買い入ってないカニいただきます。カスカスやなマジで。まあ、多分炙ってるっぽいけどな。店員さんめちゃくちゃタバコ吸ってんねんけど、なんか怖いわ。裏連れて行かれそう。全然おいしくない。なんかここ入ったばっかりの時、最高やな、タケログ5やなとか言ってたのに、今のところタケログ5点です。満点ですこの店。ごちそうさまでした。一旦会計しましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで改めてごちそうさまでした。マジかっていう、あ、ちょっとね、待って。領収書もらったから、何本やったかちょっとみんなに教えるわ。税込みもろもろで。9000円です。え、やばくない？マジか。いやまあ別にそっか、ね、値段変えてる通りやからさ、別にそのままの料金なんやけど、俺はっきり言って腹2分目やで。はい、というわけで、今回の検証結果、評価の低いお店屋さんに行ったら全然お腹がいっぱいにならないでした。なんか今たまたま好き合いあったから、今から好き合い行ってくるわ。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。